エサ,サエサイコールペッカサロネン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 はフィンランドの作曲家、指揮者2008年からフィルハーモニア管弦楽団の主席指揮者芸術顧問を務めるまたロサンジェルスフィルハーモニックの警官指揮者であるヘルシンキシベリウス音楽院でホルーン演奏と作曲を学ぶ同級生の作曲家 マグヌス・リンドベルやサーリアホト、実験音楽合奏団トイミーを結成。その後、フランコ・ドナ・トーニとニコロ・カスティリオニの下で作曲の研査を積む。当初は作曲活動に専念したが、1983年に急遽ロンドンでマイケル・ティルソン・トーマスの大役としてフィルハーモニア管弦楽団のマーラー作曲交響曲第3番の公演を引き受けることとなり、 指揮者としての経歴が開始された。その後も1985年から1994年までフィルハーモニア管弦楽団の主席客演指揮者を務めてきた。1985年からスウェーデン放送公共楽団の主席指揮者に、また1984年にアメリカデビューを果たして、以来、1991年からロサンゼルスフィルハーモニックの音楽監督に就任し、 現代音楽の演奏と録音に献身してきた。ビトルドルトスワフスキの公共曲第3番の世界初、録音は1985年度グラム本賞現代音楽部門最優秀録音に選ばれた。サロネンは現代音楽だけでなくシベリウスやニールセン、ラーションなどの20世紀前半から中頃に活躍した北欧の作曲家の紹介にも取り組んでいる。一方、 作曲家としてのサロネンの主な作品には、フランツカフカの判決から題名を取ったサクスホーン競奏曲、一別、して何も気づかず、や、スタニスワ・フレムのテクストによるソプラノのためのフラフ、還元楽曲、ロサンジェルス変奏曲などがある。作曲活動に没頭できるように2000年に1年間の休息を取り、その間にホルンドク奏曲、演奏会用練習曲や、 アンシュカルトゥネントロンドンシンフォニエッタのためのチェロ作品や還元楽曲を作曲した作品はチェスター社から出版されている。ほか、ありがとうございます。